彩花ンは植物に含まれる化学物質の一つである。素成式は C8H16N2O7。分子量は約252である。特に素鉄に含まれる毒物として知られる。彩花ンは素鉄類に含まれている。これらの植物からはサゴと呼ばれる食用のデンプンを取ることができる。しかし、彩花ンは人などに対して毒性があることが知られており、 これらの植物から採取したデンプンを食用にするためには、再化芯を取り除く必要がある。処理法としては、デンプンよりも再化芯の方が、はるかに水溶性が高いことを利用して、水にさらす方法のほか、太陽光にさらして、紫外線による分解を狙う方法などがある。1955年、鹿児島大学農学部の西田光太郎により、構造決定がなされた。 オーストラリア原産のマクロザミア属に含まれる、マクロザミンは、最下心のグルコースがプリミベロースに置き換わったもので、同様に毒性を持つ。人が最下心を口にすると、消化管内に住む細菌の持つ β、グルコシダーゼによって、加水分解され、グルコースが切断されて、メチルアゾキシメタノールが有利する。メチルアゾキシメタノールだけでなく、 代謝産物であるホルムアルデヒドとジアゾメタンも毒性を持つ。最下身には人に対して肝毒性があることが知られている。また、人に対する発言性も疑われており、国際がん研究機関は最下身をグループ2バイトに分類している。このほか、牛が素鉄の葉や種子などを食べると最下身の影響によって致命的な神経症状が現れることがあることも、 知られている。なお、最下身はメチルアン、アゾキシメタノールベータ D グルコシルトランスフェラーゼが、UDP グルコースとメチルアゾキシメタノールアセターと、オキシツとして、UDP とともに生成する。人への発言性を示す証拠が限られていて、また、動物実験でも未だに、十分な証拠は集まっていないものが分類されている。ありがとうございます。